不老不死になった瞬間訪れる不幸五選、景色とかその音とか、うん、感覚とか自ら遮断したのらしいんですよ。ゾッとするわ。そうなんだ。で五感、嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。毎週のやつ、うわっうわっ、これすごい始まってるの、入ったんだ、もうリハーサルでしょこれ、確認、うわもうこっからエンジン飛ばすタイプ、それはお前のいびきの音だ、いびきの音だ、とそれはお前のいびきの音だ。不老不死したいだろうみんな。まあやっぱ各々いろんな考えがあるからさ、ちょ不老不死が幸せとは限らない。だって体を衰えていくわけ。ちょっと待って不老不死になりたい感じで言ってください。めっちゃ不老不死だね。やーっ、やーっ、やーっ、お前絶対関係ないから。不老不死になった瞬間訪れる不幸5選、世界中で不老不死の研究ってめちゃめちゃされてるんですよ。おお、もう100年後とかには不老不死の薬が開発されるんじゃねえかって言われてるぐらい。そうなの。不老ってことだから、まあじゃあ成長しないってことです。そう、成長しないんです、うん、でだから衰えることもない、はい、でそのまま止まった状態でもずっと、まあだからもうこのままよ、このまま、もう一番嫌な、このまま何百年、うん、そうそう、もう何百年後、何千年後、ずっとこの顔。じゃあまず一つ目いただきます。不老不死って成長しないだけだから、周りの環境がもう進化し続けるから、自分だけね、仲間外れになっちゃうんですよ。あー、なるほどね。省かれやすいというか、今から千年とか何千年単位とかだったら人間ってそんな変わらないらしいんですよ。へー。なんだけど100万とか、もう1000万とかなってくると周りの人間とかもう全然人間じゃないらしい。いや、この姿もいつかは変わってしまうかもしれない。そうそう、もう本当だからもう想像すらつかんだし、丸になる、丸になる、お前もできたー、受けたからってここにまで来た。もう一説によればもうイカみたいになるらしいし、イカ、もうすげえぐちぐちの液体みたいにもなるらしいし、アメーバみたいな、そうそう、1000万年後の人違えわバカ。超原型保ってるでしょ。グニョグニョじゃん。グニョグニョじゃねえわ。繁殖方法とかも、もうまるっきり違う可能性があるわけです。食事とかも全然変わるかもしれないし、でそれでも省かれちゃうというか、疎外感に駆られてしまうという。じゃあ2つ目、不老不死であるがために、はい、普通の生活を送ることができません。というのも、まず不老不死になりました。じゃあ、はい、じゃあこのことがね、バレたとしましょう、はい、あいつ不老不死だぞと、そしたらもうね、もう世界中がもうめちゃめちゃその人に注目するんですよ。あ、そんな人間がいるのかって、はいはいはい、このことによって家の外にはもう私死にたくないんですとか、あ、その不治の病にかかってしまった人で、なるほど、どうにかしてください、助けてくださいっていう人でもうめちゃめちゃ賑わってしまうから、あ、まず普通の生活を送ることはできない、そういうことで、そう思われております。超現実的な話だ。そうだね、言ってしまえば神様的存在なわけじゃ、もう超人的な存在、まあ、まあだからこの人を筆頭にして組織ができたりとか団体ができたりとか、そういう可能性もあります。でさらにちょっと恐ろしい、まあ、説がありまして、はい、不老不死ってなだけで勝ちられる可能性も高い。確かに実験とかいろいろね、無人体でしかも死ねないんですよ。刺されても死なない、毒飲んでも死なない、そう、刺されても死なない、もう不老不死だから、何しても死なないっていうのが一応一般的な考え。あー、すごいやばい。死なないなら別に実験してもいいけど、痛みとか、痛みはあるだろうな。ずっと拘束されるって考えたら、好き放題実験されるっていうのもね、嫌だよね。まあまあまあ、3つ目です。はい、体は確かに年は取らないんだけど、うん、精神的に確実に老いていきます。古い記憶がどん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 蓄積されていって、これが脳みそに影響を与えるらしいです。深すぎて、もう脳が衰えるな。普通に物忘れしやすくなるとかってことでしょ。そうだね、実体験じゃねえよ。ねえ、早くねえ。俺4つ目です。はい、永遠に生きるがゆえに感覚が崩壊していきます。ちょっとね、3つ目の脳が衰えるにちょっと近いんだけど、はい、膨大に生きてると時間の感覚とかがもう全然わけわかんなくなっちゃう。あー、なるほど。過去大学時代に2年彼女と付き合いましたみたいな、うんうん、やつと別の妻と50年間寄り添いましたみたいな、はい、もうこれとかがもうすごい曖昧な感じになっちゃうらしいです。
さらにちょっとね、恐ろしいことを言ってしまうとですよ、だん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 こう慣れてくると、見てるものとか視覚がなくなるって言われてます。これはもう見飽きたからいいでしょみたいな、誤作動起こすみたいな。そう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 、まあ詳しく言うとそんな感じで、もう今見てるこの景色とかあるでしょ、景色とかその音とか感覚とか、うん、これをその何百万何千年ってこうずーっと聞いてると脳みそが飽きちゃって自ら遮断したらしいんですよ。そうなんだ。で五感がなくなるんじゃねっていう説が結構あるんですよ、ね、あ、だから魚とかもそうだよね、深海魚とか目なくなったりとかさ。あ、まあ魚の場合はまあ深海だからどうせ見えないからって言ってその環境に適応して、あ、まあ、まあ視覚がなくなるから、まあそれに近いかもしれん。耳も聞こえない、耳も聞こえなくなるんじゃないですか。なんか転移無法、転移無法の兆しじゃない。テニスって楽しいんだっけ。ピカーンじゃない。じゃあ5つ目ですよ。はい、事故とか天災が起きてしまった場合に身動きが取れなくてそこでずっと生き続けなければならない。うわ、孤独だもん。そういうことか。例えば地震とかで家が崩壊しました、うん、ってなった時に、まあ、崩壊でこう埋もれちゃって、はいはいはい、ずっとそのままっていうことですね。助け来るまで、助けが来るまで、助けが来たらそれはラッキーだけど、うん、これもし助けが来なかった場合と考えたらゾッとしないですか。ゾッとするわ。死ぬこともできない。そう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 、こともできない。飯も食えないし、飯やばいし、いろんな事故想定できるじゃん、まあ火事とかもそうだし、はいはいはい、もうそういうのとかも、まあ、死なないから助け来なかった場合はもうずっとそこにいなきゃいけない。いや、それ一番ゾッとするの、うん、俺らがこうやって生きてる分にはさ、うん、まあ平均寿命は80年ぐらいだから、80年のうちに起きる事故なんてさ、うん、言うて数えるぐらいか、まあ、そんなね、うん、って感じじゃん。万年生きてたらね、そう、万年とかこの単位で生きてきたら、うん、万年とか前年とかだとね、そうそうそう、こういう事故に遭う可能性も前年去年になった。めちゃめちゃ膨大な時間生きてたらこういう事故に遭う可能性なんだよ。多いよね、いくらでもあるよ。で可能性というか回数は多い。うん、でもし1回でもなって助け来なかったらもうずっとそっからずっと、そうだね、うん、隕石が落ちましたなんていうリスクもそうです。隕石が来て地球が崩壊したとしても不老不死なんですよ。地球崩壊は一番やばい。本当にやばい。あ、それこそ、まあでも一生そいつだけで何が起きるか分かんないから、そうなったらこの広い宇宙でずっと一人でいなきゃいけない。やばいね。あ、まあ、死ぬより怖いよ。怖すぎると一人。さっきも言った通り、うん、まあ、100年後にはその薬開発されるって言われてるし、うん、不老不死の生物っているじゃん実際。いるの。まあいるんすよ実際やつだけど、何しても死なないやついるの。もうどん熱を変えても切断してももう悪空間に行ってもだから宇宙に放置されても死なないんですよそいつは。不老不死として有名な生物の一例としてベニクラゲが挙げられる。通常クラゲは成長して成熟した後徐々に衰弱して海中に溶けて消滅する。しかしベニクラゲは衰弱した後消滅せずに海底の岩などに付着し、クラゲの成長段階であるポリプと呼ばれる状態に若返りし再び成長を始めることがある。つまり死なないで若返り、ポリプ、生体、ポリプと繰り返すことでずっと生き続ける。以上が、はい、今回話した不老不死になると訪れる不幸5選でしたけれどもね、今までいろんなね、この世界的偉人がね、うんうん、この冷凍保存をしたりだとか、はい、不老不死の夢を持ってその願いは叶わなかったわけですね、うん、まあ、そんなね、まあ夢のある不老不死だけど、はい、このような不幸が訪れるということで、寿命を延ばす薬のがいいだろうね。まあそうだね、まあまあそう、まとめるとどうなるんでしょうか。まあね、このように夢のように思える不老不死生活ですけれども、はい、まあ確かに死んではいません、はい、ただそれは人間として果たして生きて言えると言えるのでしょうか。僕は信じるか信じないかはあなた。生きていけると言えるのでしょうか。あ、下げられた。今日もね、僕が美味しいとこ持ってきました。不老不死、さっき挙げてもらっただけでもね、ゾッとするようなでお話たくさんありました、はい、で、みんなやっぱもう不老不死、嫌だなって言ってたじゃないですか、うんうんまあ、僕も嫌ですね、うんまあ、ということはですよ、皆さん今生きてますね、はい、死があるからこそ人生って美しいのではないでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第です。何もうさディズニーのさ名言ブックに載ってた。